25ページ第2章、はいはい、夜流る大綱引きに見る、文化変化ということです。日曜日にやるんですよ。でも旧暦26日6月26日なんですよ。でこれ要するに近代と中世の接合なんですよね。日曜日っていうのは、まあ、近代ですよね。近代の制度じゃないですか。もちろん曜日は昔からあるんだけども、一週7日制が用いられている明治になってからであって、新暦に変わって役所ができて学校ができて、そこは日曜日休みになったから、日曜日休みで、はい、それまでの江戸時代っていうのはね、休みっていうのは雨の降った日とか、うん、あるいは盆と正月みたいな、はい、それで時間がないので非常に大雑把に言うとですね、この写真があるように非常に勇壮な綱引きなんですけれども、この綱引きがその近代化と言ってもいいかどうか分かんないんだけども、近代化以降ですね、現代においてだんだん変化してきているということをが話されています。それで、結局綱引きっていうのが、まあ、なんていうかな、民族学的に言うと、民族学っていうのは族の民族ですけど、族っぽいのは人間の民族ですけど、民族学的に見ればね、それこそその柳田国夫的な意味付けがあるわけですよ。でここもその通りであって、つまり、その地域に根付いた伝承的な遊びって言ってもいいか、むしろ神事であって、要するにそのコミュニティを安定的にね、存続させるための、まあ、装置なわけで、そういうような綱引きっていうのはこの本にもところどころ出てきますけど、全国にいろいろあってね、綱引きっていうのは割と日本では象徴的だし、相撲のところもあるし、何のところもあるし、たこ揚げみたいなところもあるしっていうことで、なんていうのかな、それこそ、関東ですとか、ねぶたですとか、生ハゲですとか、ああいうような神事と縁のある伝承行事の一つとしてね、非常にこう興味深いです。ただ私とかやこれに扱われている理由の一つっていうのは、やっぱり綱引きって勝負事なので、ある意味ではゲームとの親和性がある。でこれがやっぱり生ハゲとなるとね、ゲームとはあんまり関係ないです一応勝負なのでゲーム性がある。ただしもう、例えば勝つ、どっちかが勝つっていうのはもう最初からもう決められてて、ね、こっちが勝つと豊作で、こっちが勝つと凶作だ、二凶作の方が勝っちゃまずい、まずいから、だからそういう具合な、なんていうか、結果の分かってるゲームが果たしてゲームと言えるかっていう問題はあると思うんですね。でこれで扱われていることで面白かったのは、そういった民族学的なね、まあ、柳田国夫的なそういった、歴史的な神事、あるいは伝承行事っていうのが変質していると、うん、でその変質しているのは非常に簡単に言えば人口減、うん、人が担い手が少なくなってるからっていうのがあるんだけども、それと一緒にですね、やっぱり社会構造が変化していると、それぞれの村をの草分けがいるわけですけども、その草分けを中心とした村の、まあ、ヒエラルキーっていうのとまた違うと思うんだけど、村の構造があるわけですよ、ね、だからある村のは綱引きはできないとか、綱引きの中心になるのはある家柄のなんとかだみたいな、要するに、まあ中世的あるいは近世的な伝統の中にあるんだけども、だんだんそれが維持にできなくなっていくって過程が出てくるわけですね。でそういうところで、その近代とその、まあ、近世のすり合わせっていうんですかね、その変化っていうのは非常にこれある意味で面白い。でそれは我々の周りでもよくあって、例えば私が子供の頃っていうのは、お祭りっていうのは非常に盛んでね、出汁を引いたりみこしを担いだりっていうのがあったんだけど、まあ、昭和の後半ぐらいからになると、例えば傘の高い出汁とか山ぼこみたいなのは電線があって通れないから、うん、例えばうちの近所だと、私は中学校の時は麹町にいたんだけど、山王神社のあれもかなり長い時期中断してたんですよ、うん、でそれが神田明神なんかもそうじゃないかと思うんだけど、さ近年また復活してきている。
だからそれは何だかっていうと、まあ、現代的な意味付けがあって、そのまあ反動って言ったらだけど、その過去への回帰みたいなのも、うん、一方にあるだろうし、その都会でいることの何て言うのかな、まあ、預けなさっていうか、なんとかそういうものからもっと過去に回帰しようって、そういう側面もあるし、まあ、まあ面白いからやろうっていうのもあるし、もう一つはそのこれなんかも出てくるんだけど、観光的要素っていうのがあるわけ。観光的要素っていうのは非常にそのもうごく近代的な要素でね、今日本中で例えば村おこしとか町おこしってやろうとしてるときに観光客を招くと、うん、そうすると我が村の観光遺産は何だろうっていうふうになるわけですよ。でそういうことで出てきてる話があって、そういう中でそのいわゆる神事とか、その、まあ、昔ながらの神様の扱いとかね、そういったものが非常に変質してきてるなというふうに思います。でその中でね、全然これはフィクションなんで、この話と直接結びつくわけじゃないんだけど、面白いなと思ったのが2つあってですね、1つは諸星大二郎はご存知かと思いますけど、漫画家で諸星大二郎でかなり昔の作品ですけど、闇の魔ロードっていう、まあ、短編中編っていうのかな、これぐらいね、長さでいうと20ページか30ページですから、まあちょっと長い短編というか中編ぐらいですかね、短い中編ですけど、まあこれくらいのページっていう、今日いくつかな、それ平野教授のやつでしょ、40ページだから中編かな、妖怪ハンターシリーズですか、ね、妖怪ハンターのシリーズです。でこの闇の魔ロードっていうのは、妖怪ハンターの中でも私は傑作だと思ってるんですね。これ何をやろうかっていうと、そのまあ大鳥村っていうある村で80年ぐらい前の行事を復活させよう、何のために復活させようかっていうところが面白くて、それは観光資源としてあります、ね、でそこに本当の、マガツカミが現れてしまうっていう話なんだけど、そういう意味でその、優れて現代的なね、観光資源としてのやと、その民族的な伝承っていうのはね、まあ、衝突ですよね、うんうん、これはまあフィクションなので本当に神様が出ることはまあ多分ないと思うんですけども、まあまあ、あんまないですね。というのがもう一つ最近これは出たばっかりで読んだんですけども、雨の日も神様と相撲っていうねすごい題なんですけど、これは村で、まあ割とここに出てくる沖縄やここに出てくる大鳥村ほど隔絶してないんだけれども、ちゃんと電車の列車の駅やったりする急行止まんないみたいですけど、そういうにある何村だっけな、ククルギ村か、うん、ククルギ町かな、これククルギ村なのかな、に両親が事故で死んでしょうがなく行った人間と相撲との関係なんだけど、うん、でそれもですね、この村に伝わる非常に伝承的なね、まあ、カエルが神様なんですけど、カエルを神様とする非常に伝承的なものが、そのカエルたち神様自身が言う言葉で言うとイノベーションするわけですよ。八代平は今日じゃないですか。そうそうそう、この人はうまいね、いや面白い、虚構推理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 、原作だ、それ原作ありますよ、原作小説読んだ、読んだ、うん、面白いんでね、この先どうなるかなと思って原作を探したらね本屋にないんだわ、これが、俺も同じことで1日で漫画ってそのまま原作電子書で買っちゃいましたよ。ああこれ面白いよね、うん、で私の場合はね見つかんないんでしょうがないからね、八重洲ブックセンターのそんなまで行ったの非常に苦労しましたでもね買ってすぐ読んじゃった、うん、あ吉祥寺純駆動ぐらいで何度も済ませられなかったんですか。いやなかった、なかった、はしごしたんです。そう、はしごした。フェイスブックだと山本先生の言葉じゃないですか。今指摘してませんでしたが、綱引きっていうのはあれ蛇なんですよね。ああそうそうそう、蛇の信仰と絡んでるんですよね。そうそうそう、絡んでる、確かに、うん、私が高校の時の恩師が劇作家で蛇を綱を引くという戯曲を書いていて、それがもう蛇の打ち首半分ぐらい、あれだっけ、吉野優子だっけ、だと何鏡餅も蛇でしょ。ああそうですね、
ああ、何でも蛇神信仰に見る人みたいな。そういうちゃんと見ようともないんだけど、確かにそういうとこあるよ。でも蛇っていうのはさ、結構いろんなこうフロイト的にも読めるわけで、なかなかこうでも日本の民族学的にはかなり大事なもん。あ、大事なんじゃないですか。しかもね、あの、まあ大宮神社とかって、ね、あのセクシャルだよね。うん、セクシャルな文脈。うん、フロイト的ってのはそういう意味ですけど。まあそういうことね。はい。うん、でまあ、だけど結局この報告を読んで思ったのは、だからあの昔からの文化がその現代という文脈の中ではね、そのままの形ではねやっぱり残らないだろうということでね、で、あのかなりその、だから、悪い言い方をすると排外的な色彩がかつてあったんだけれども、それがある意味でそういうことでしょうがなくて薄れていると、うん、我が部落だけやるぞってことはもうできなくなっちゃう。ただね、一つ結果として面白かったのはね、その大きなきっかけになったのが戦争なんだよね、うん、で戦争つってもその戦争そのものじゃなくて、戦争によって出された国家総動員法で、うん、あの我が村は我が村だけだからできなくなってみんな集められてるっていうような強制的なきっかけで、あの村の融合がね気絶して起こって、それが戦後続くっていう、ね、非常にあのだから現代日本史の中でもうそういうね、これはまあ神事というか遊びを一つの基本にしてあの解析したんだけども、そういう日本史の側面が見えてくる、日本の地方史のね側面が見えてくるというところでもなかなか面白い総合だったなと。市町村統合とかその行政区分の変更が大きな影響というのは、それはこんな話でしたっけ、ね、うん、行政区分がねあの大きく変更されますから、まあ、あの言わんとすることはそういうことです。面白かったですね、はい、うん、松田先生がよくあの遊びの階級性ってことを言うじゃないですか。そうあの今遊び使った制度とか、まあ、こういったであるとか、あの辺と階級性って結構あるんですか。うんと、それでね、あのこれ今日も持ってきたんだけど、これいい記事です、ね、これはそのなんだっけ、どこに載ったの、これこういう、まあ、ちょっと手に入らないやつですけど、子供と文化、はい、子供文化と教育研究って、あ、面白いのがありますよ。ありがとうございます。まあ、こんなもんでしょう。結構階級制っていうけど、あんまり本当に出さないですよね。はい、私はね、階級って言葉がね、あんまり当たってないな、逆に。まあ、全近代的なコミュニティの中で階級っていうのはないですから。だから、階層、なんていう。階層って言った方がいいのかもしれない。まあ、多分、なんか、年頭の言ったのは、バクトと自由民権みたいな話でしょう。え、バクトと自由民権とかいう話じゃないの。なんとバクト自由民権運動。例えばね、あの草分け農家と、あ、なんていうのかな、あの戸様と普代じゃないけど、なんかねそういうあの階層があるんですよ。でそういったものはまあ、あの悪い言い方すれば飲酒的なね、うん、そういうなんていうか階層性みたいなものがあるんだけど、あのそういうのに対してはあの逆にその近代化っていうか現代化があのまあ現代の基準だけどプラスに左右してるかな、うん、そういうのを解消していく方向にはなってるかなと思うんですけど、ね、それでそれだとその元から住んでいた後外から来た人、うん、寄り合いだし、それはあの話あったじゃないですか。そういう話、まあ、承認的な意味で外から来た人もいるんだけど、これって沖縄でしょ、さっき沖縄ってことは沖縄戦でだいぶ死んだんじゃないですか。いや、そういう話はちょっとこれには出てこなかったね。あ、実際にはそうなんだ。実際にはものの影響は当然あるでしょう。人口の4分の1は死んでるわけですから、うん、だからね、もちろんそういうのあるでしょう、ね、はい、ちょっとあったかな、どうだったっけ、あんまり出てなかった、あんまり出てなかったね、むしろそれより今の様子で人口が減ってどうやるかみたいな話の方が重きを、うん、だ戦争より数の方がひどかったって話になるじゃないですか。そういうことに、あとだからこれあのこっちの今渡したそのコピーの文章は そういったねあの地域の観光資源みたいなものにゲームは活かせないかって、あ、それも大賛成ですよ、分なんだけど、はい、でも残念ながら例えばですね、福井県の矢舟町で行われてたカックリっていうゲームは、はい、毎年1年、はい、あのカックリは草場さんがよく言ってやってたんだけど、5年ぐらい前にもう亡くなっちゃった、亡くなったっていうのはあの終わっちゃったって、要するに人が十分集まんなくなって伝承が切れちゃったみたいな。
やってないんだ。草間さんが継承者になるかもしれない。ノート言ったら私はルール知ってんだから。だから心配なのは今一番心配なのは人吉の。人吉は豪雨で広かった。で消費量でしょ。で多分雲水カルタは大丈夫だと思うね。だけど熊県の方はね、もしかするとダメかもしれないね。そしたらやっぱ伝統再生するしかないじゃないですか。うん、そう思いますよ。はい。これはだからいいと思いますね。でもあの辺もさっきの話では数百年前のそのままやってるわけではないわけでしょ、うんうん、もちろんもちろん、うん、意識的にはそうなるかもしれない、うん、昔からやってることをそのままやってるわけじゃないので、うん、そういう意味ではだから 伝統は過去のものをそのままやるのが伝統じゃないからね、うん、伝統は創造ですから。